さあやってまいりましょう。つむつむ7周年記念耐久レース、続きましてはミセスインクレディブル。見たことねえんだよなインクレディブルもな事前の調査ね、今あの前回の動画を見ていただいたら、残り時間が3分半で140個を毎ワンプレイで毎つむ消すっていうミッションで、今スタートした時に 2分50秒だったんで、動画をどのくらいのペースで撮っているかっていうのを皆さんご理解いただけたでしょうですかね。はい、ミスターインクレディブルでちょっとしたその思い出は、去年ちょうど1年前かな、新婚旅行に行った時に、おかっけーってか足めちゃめちゃ伸びてる、うん、で話切れちゃうんですけど、1年前に新婚旅行で、まあ、カルフェロナのねディズニーに行ってきた時に、インクレディブルコースターっていうね、日本にはないそのミスターインクレディブルのジェットコースターがあるんですよ。なかなかね激しいっすよ。なんだろう、日本のディズニー系ではあれはないかな、あれに近いものは。うん、まあ、激しさっていう部分でいくなら、まあ、ディズニーシーのなんだっけ、センターオブジアースじゃなくて、センターオブジアースじゃなくて、もう一個のジェットコースター。なんだっけ、レイジングスピリッツ、レイジングスピリッツ、レイジングスピリッツ。うん、一回転する。まあ、でも、あれとはまたちょっと違うんですよね。どっちかって、レイジングスピリッツよりもっと激しいかもしれないですね。うん。ただね、その日がね、なんか、カルフォルニアって年に10回くらいしか雨降らないらしいんですけど、ちょうどその降った日にバッティングしてしまったので、まあ、雨にね、なかなか大量に濡れながらのね、屋外ジェットコースターということでね、もうびしょびしょになりながら座って乗せましたけどね。まあそれでもやっぱりね、インクレディブルコースターっていうのは、こう、乗った中で一番激しかったアトラクションだったんで、結構ね、楽しかったですよね。まあ、ロサンゼルスのね、その、カリフォルニアディズニーランドってね、全体的にやっぱ日本のそのマウンテン系とか、ビッグサンダーマウンテンとか、スペースマウンテンとかも、まあ、日本のに比べたら、ちょっと気持ち激しいのかなっていうのを思ったりしたんでね。まあ、ぜひですね、機会があれば皆さんも聞いていただけたらと思うんですけれども、140個まで、あと31個も足りないって、31個もいつも消そうと思ったら、やっぱ20秒くらいいりますからね。かーということで、はい。まだ、あと残り40秒ありますんで、次も、のキャラで、クリア目指していきたいと思います。ということで、お疲れでした。